もう10年くらい前、俺がまだ学生だった頃の出来事。当時友人 A が中古の安い軽を買ったので、よくつるむ仲間内とあちこちドライブへ行っていた。その時に起きた不気味な出来事を書こうと思う。ある3連休、俺たちは特にすることもなく、当然女っ気もあるわけもなく、意味もなく俺、A、B で集まって A のアパートでダラダラとしていた。そしてこれもいつものパターンだったのだが、誰となくドライブへ行こうと言い出して、目的地もろくに決めず出発することになった。適当に高速へと乗ると、なんとなく今まで行ったことのない方面へと向かうことになり、3、4時間ほど高速を乗り、そこから適当に一般道へと降りた。そこからさらに山の方へと国道を進んで行ったのだが、長時間の運転で A が疲れていたこともあり、どこかで一旦休憩して運転手を交代しようということになった。しばらく進むと、車が数台駐車できそうなちょっとした広場のような場所が見つかった。場所的に冬場、チェーンなどを巻いたりするためのスペースだろうか？とりあえずそこへ入り、全員降りて伸びなどをしていると、B が。なんかこの上に定石があるらしいぞ、行ってみようぜ。と言ってきた。B が指さした方を見ると、ボロボロで長いこと放置されていただろう木製の看板があり、そこに、〇〇定石、徒歩30分。と書かれ、腐食して消えかかっていたが、手書きの地図のようなものも一緒に書かれている。どうも途中に定石以外に何かあるらしいのだが、消えかかっていてよくわからない。時間は確か午後3時前後くらい、徒歩30分なら暗くなる前に余裕で戻ってこれるだろう。俺たちはなんとなくその定石まで登ってみることにした。20分くらい細い山道を登った頃だろうか、途中で道が二手に分かれていた。看板でもあればいいのだが、あいにくそういう気の利いたものはなさそうで、仕方なく勘で左の方へと進んでみることにした。すると、先の方を一人で進んでいた A が上の方から俺たちに、おい、なんかすげえぞ、早く来てみろ。と言ってきた。俺と B はなんだなんだと早足に A のところまで行ってみると、途中から石の階段が現れ、さらにその先には、定石ではなくおそらく長いこと放置されていたであろう廃寺があった。山門や塀、金などは撤去されたのだろうか、そういうものは何もなく、本殿は形をとどめているが、鐘楼やいくつかの建物は完全に崩壊し崩れ落ちている。本殿へと続く石畳の間からは雑草が生え、砂利が敷き詰められていただろう場所は、一部ほとんど茂みのような状態になっていた。ただ不思議なのは、山門などは明らかに人の手で撤去されたような跡があったにもかかわらず、残りの部分は撤去もされず朽ちていて、かなり中途半端な状態だったことだ。時間を確認すると、まだまだ日没までは余裕がありそうだ。俺たちはなんとなくその廃寺を探索することにした。が、周囲を歩き回っても特に目につくようなものはなく、ここからさらに続くような道も見当たらず、A と、多分さっきの分かれ道を右に行くのが正解なんだろうなぁと話していると、本殿の中を覗き込んでいた B が、うほ、と声を上げた。B の方を見ると本殿の扉が開いている。話を聞いてみると、ダメ元で開けてみたらすんなり開いてしまったという。中はいた時期で何もなくがらんとしている。見た感じ結構綺麗な状態で、中に入っていけそうだ。中に入ってみると、床はかなり埃だらけで、おそらくだいぶ長いこと人が入っていないのがわかる。なんとなくあちこちを見回していると、床に何か落ちているのが見えた。近づいてみると、それは埃にまみれ黄ばんでしわくちゃになったわしのようで、そこにはかなり達筆な筆書きで、うたて沼、と書かれていた。なんだなんだと A と B も寄ってきたので、俺は二人に紙を見せながら、うたてって何？と聞いたのだが、二人とも知らないようだ。そもそもこの寺には池や沼のようなものも見当たらない。本殿の中にはそれ以外何もなく、うたて沼の意味もわからなかった俺たちは、紙を元あった場所へ戻すと、定石へ向かうために廃寺を後にした。元来た道を戻り、さっきの分かれ道を右の方へと進むと、すぐに山の頂上へとたどり着いた。ここには朽ちた感じの案内板があり、〇〇定石本丸、と書かれている。どうやらここが目的地のようだった。山頂はかなり開けた広場になっており、下の方に市街地が見えるかなり景観のいい場所だ。と、なんとなく下の方を見るとさっきの廃寺も見えた。三人でさっきの廃寺って結構広い敷地なんだなぁなどと話していると、あることに気がついた。
寺の庭を回った時に一切見かけなかったはずだが、庭の端の方に直径数メートルくらい、大きな黒い穴のようなものが見える。あんなものあったっけ?と話していると、寺の庭に何か小さな動物が出てきていた。そしてその動物が庭の中を走り出した瞬間、その穴のようなものが動いて、まるで動物が穴の中に消えてしまったように見えた。わけがわからない現象を目の当たりにした俺たちは、今あの穴動いたよな?なんだあれ?と唖然としていると、さらにとんでもないことが起きた。その物体が突然宙に浮くと、かなり高い距離まで登りそのまま移動し始めた。その時になって、俺たちはあれが穴などではなく、真っ黒で平面の、なんだかよくわからない物体であることに気がついた。その平面上の物体は結構な高さを置いて、俺たちが来た道の上を山頂へと向かって進み出した。その時、おそらく移動する物体にびっくりしたのだろう。木の間から大きめの鳥が飛び出し、中央区平面上の物体とぶつかった。が、鳥はそのまま落ちることも物体を通り抜けることもなく消えてしまった。何がなんだかわからないが、とにかくあれは何かヤバそうなものだ。そしてそのヤバそうなものは、明らかに俺たちの方へと向かってやってきている。そのことだけは理解できた。とりあえずここからすぐに退散した方が良さそうだ。三人でそう話して気がついた。あの物体は俺たちが登ってきた道沿いにやってきている、ということは、来た道を戻れば確実に鉢合わせしてしまうということだ。とりあえず逃げようと言ったはいいが、どうしたらいいのかわからない。すると、B が、ここ通れそうだぞ。と茂みの方を指さした。そこへ行ってみると、近くまで行かないとわからないであろうくらい、細い獣道のようなものが下へと続いている。ただし、この道がどこへ続いているか全くわからない上に、俺たちが登ってきた道とは完全に反対方向だ。当たり前のことだが、逃げれるには逃げれるが車からは遠ざかることになる。そのことは A も B もわかっていたのだろう。この獣道を下るかどうか躊躇していると、突然耳に違和感を感じた。感覚としては、車で山を登っていて気圧差で耳がおかしくなる感じが一番近いだろう。A も B も同じ違和感を感じたらしく戸惑っている。その時俺はふと下の方を見た。すると、例の物体はもうすぐそこ、おそらく二の丸であろう平地の部分までやってきていた。もう迷っていられるような余裕もない。俺は二人に、もうあれがすごくそこまで来ていることを伝えると、思い切って獣道のある茂みを下ることにした。二人もそれに続き、ほとんど茂みをかき分けるように道を下っていくと、後ろの方から A が、やばい、もうすぐそこまで来てる。急げ。と言ってきた。俺が後ろを振り返ると、例の黒い物体がもうあと10メートルくらいのところまで近づいてきている。俺たち三人は、もはや草や木の枝をかき分けることすらやめ、がむしゃらに獣道を駆け下りた。どれくらい走っただろうか、しばらくすると木の間から舗装された道路が見えてきた。俺たちは泥だらけになりながらも必死でほとんど転がるように道を下り、なんとか舗装されたところまでたどり着くことができた。その時、突然金属質の耳鳴りのような音が聞こえ、ついで後ろから、と何かが弾けるような音が聞こえてきた。びっくりして後ろを振り向くと、そこには例の黒い物体はなく、爆竹か何かを破裂させたような、そんな感じの煙が漂っているだけで、俺たちは呆然としてしまった。その後、民家もないような山道を散々迷い、ほとんど真っ暗になる頃に、やっと最初に車を止めたところまで戻ることができた。結局その後もあれが何だったのかはわからない。そもそもあんな体験をして、また同じ場所へ戻る勇気などなかったし、そんなことをしても俺たちに何の得もなかったからだ。うたてが何なのかわからないなぁ。文章から推測できる限りでは、生き物と空気、を飲み込んでるのか?うたてし沼。感じが悪い沼。嫌な沼。嘆かわしい沼。沼は吸い込むものだから、多分その妖怪じみたものの故障だろう。UFO、かと思った。生きたブラックホールみたいだなぁ。バニラアイス?これ、東南アジアの森の中で、苔だか花だかに追いかけられた話に似てるね。こういう話は大好きだ。読んでて同じこと思ったよ。エヴァに出てくる平面の人を思い出した。ほう、うたて沼ねえ。ほう、うたて沼。ほう、うたて沼。
ホウタテ沼。ホウタテ。ホタテ。